どうも、今日も楽しくイカタコライフ、ももいかです。本日ご紹介するイカタコ水族館はこちら。新江ノ島水族館は神奈川県藤沢市にある水族館で、地元相模湾の自然を再現した展示に力を入れています。浅場から深海まで様々な珍しい生き物を観察することができます。また普段は見れない深海の環境をそのまま水槽内に再現したり、中でもクラゲの展示は種数ともに全国トップクラスを誇っており、大人気の水族館となっています。すぐある水槽がこちら、相模湾の海を再現した水槽です。こちらは相模湾の浅場ですね。浅場からどんどん深場にこう入っていくようなイメージです。そしてすごい特徴的なお姉さんの声が聞こえるんですけども、この水槽の反対側で写真撮影のができるコーナーがあります。こんな感じでね、波しぶきがこう出て、すごくリアルなこの波打ち際の環境を再現しています。そして奥に行くと、これもまた美しい水槽なんですけども、こちら岩礁域に入る海藻を展示している水槽です。僕も海藻を飼育担当してるんですけども、もうすっごいね、この水流と光っていうのがすごい重要で、そのバランスがちょっとでも崩れると海藻って全然育たないんですね。すごい美しい展示でした。そしてこちら相模湾キッズ水槽というエリアに来ると、アコを発見しました。こちら種名は書いてなかったんですけど、マダコ科の一種になります。なんかすごく水ダコに似てるんですけども、まあ、よくよく見てみると、この胴の部分の模様がこう赤い体色に白い線が入るっていうので、なんかそういったところに違いを感じました。学名はまだついていないんですけど、通称赤島ダコって呼ばれているタコにちょっと特徴が似てるなというふうに思ったんですけど、まあそれは定かではないです。まあなんせタコの仲間って世界250種いるんですけど、まだまだ多分新しい種類っていうのは見つかってくると思います。でさらに奥に行くと、こちらカタクチイワシの水槽になります。この江ノ島付近っていうのはシラス漁が大変盛んに行われているんですけども、
シラスっていうのはこのカタクチイワシの稚魚なんですね。でこのカタクチイワシの飼育っていうのは非常に難しいんですけども、ここ江ノ島水族館では卵からの育成に取り組んでいます。でさらに奥に行くと、はい、イカとタコを発見しました。はい、こちらはシリアケイカという種のイカです。シリアケイカはコウイカの仲間で、銅の鉱炭から茶色い分泌液を出すことで、それが汚れて見えるっていうのが名前の由来となっています。コイカの仲間って単独生活する種が多いんですけど、この種は珍しく、大群を作って、しかも回遊をするということが知られています。こちらは雷イカという種のイカです。この特徴的なのが胴の部分にキスマークのような模様が現れるところです。こういった模様があることから別名モンゴウイカとも言われています。で雷イカの名前の由来なんですけども、雷の鳴る場所で多く取れるとか、または雷のよく出る夏から秋にかけてが旬だということが由来だというふうに言われています。非常に、模様が美しいコウイカの仲間ですね。はい、こちらはイイダコです。こちらのイイダコは江ノ島水族館で繁殖させた個体のようです。まだ子供なので非常に可愛らしい姿をしていました。こちらはメジロタコという種のタコです。珍しいタコなんですけども、この水槽ではなかなか見つけることができなくて、動いたのもこの一瞬だけでした。こちらは、おそらくシリアケイカの卵だと思うんですけども、大量に産みつけられていました。そしてこちらのエリアには、はい、タコを発見しました。こちらみんな大好きメンダコの標本です。相模湾深海域がすぐ目の前に広がっているので、メンダコもよく取れるそうです。運が良ければ生きた姿を見られるとのことです。そしてさらに奥に行くと、さかなクンゆかりの生き物コーナーというものが企画展でやっていました。そこでタコを発見しました。こちらもマダコ科の一種で、種名までは書いていませんでした。ただ特徴から見ると、砂ダコっていう種類のタコに似てるように思ったんですけども、ちょっとそれも定かではないですね。ただこのタコね、非常に人懐っこくて、もう私たちがこう見てるとすごい目の前まで来てくれて、こう動き回っていたので、すごいお客さんも喜んでましたね。やっぱりタコって動かないことが多いんですけど、こうやって動くと本当に魅力的な生き物だなって改めて感じました。
はい、というわけでね、今回は新江ノ島水族館のイカタコ展示をレポートしてきました。江ノ水ではシリアケイカ、カミナリイカ、それからイイダコ、メジロダコの展示に加え、正体不明のタコをですね展示してました。あと標本でねメンダコとかがいるっていうのも、目の前の深海が広がる相模湾ならではの、展示なのかなというふうに思いました。何よりもね、同じ水槽でイカやタコを一緒に展示してるってあんまり見ないので、そういった意味ですごい新鮮な水槽でしたね。特にシリアケイカなんかはすごいこうお客さんの方を見て気持ちが通じ合ったかのような雰囲気が感じられたので、やっぱりね、あのコイカ系ってすごい可愛いなと思いましたね。季節によっていろいろなそのイカを入れ替えてこう展示してるみたいなので、非常におすすめの水族館です。そして今回新江ノ島水族館で買ったイカタコグッズがこちらです。メンダコのハンカチですね。やっぱりよくメンダコとかも取れるみたいなので、こういった深海生物のグッズはかなり充実してました。あ、なるほど、こんな感じですね。あ、いいじゃないですか。なんかすごいおしゃれですよ。ほら、すごい可愛らしいハンカチです。ここに新江ノ島水族館というのも書いてますしね。今後持ち歩いて使おうと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバーイ。